します。そして多くの皆様に協賛していただきましたパートナーの皆様、本当にありがとうございました。そして今日一緒にピッチで戦いたい、一緒にサッカーをしたいと思ってお誘いをさせていただきました。参加してくれた選手の皆さん、ありがとうございました。そしてサポーターの皆さん、レッツサポーターの皆さん、ジェフサポーターの皆さん、本当に足を運んでくださり、そして久々に声援を聞いてすごい嬉しかったです。やはり皆さんの声援が選手に与えるパワーというのは間違いないなと改めて感じました。今シーズンは終わってしまいましたが、来年以降も僕自身のことですが、今年から浦和レッズユースのコーチとして新しい人生をスタートしました。プレーする姿がピッチではもうお見せすることはできないと思いますが、また違った姿をこのピッチで見せれるよう頑張っていきたいと思います。引き続き5000円が、そしてサポートの方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。
Thank you.